それじゃご一緒させてください。はい、お風呂に入ってましたから。兄さんがチョモランマに登頂するって言いましたから、ご一緒します。それじゃあどこか別の山に登るんですか？8隻しかない黒い船に乗ったり、海賊の王様しかたどり着けない島に行くんですか？そうですね。それじゃ、お邪魔します。山でも海でもご一緒しますって言いました。私は気にしないですよ。一緒に寝ても暑くないですし、これで問題ないですよね。それじゃおやすみなさい、兄さん。兄さん、寒いの。せっかく涼しくしたのに、あっという間に元に戻っちゃいましたね。始業式だけしかやってないですよ、兄さん。まさかと思うけど、千歳くん、本当に休み中はずっとゴロゴロしてたの？じゃあ何してたの？サナちゃんとずっと一緒だったんだね。そのことはよーくわかったよ。お疲れ。
私はすごく楽しかったですから。千歳くん、サナちゃんがいなかったら引きこもりまっしぐらだったんだ。内緒だよって言いたいとこだけど、そろそろ発表されるかな。葵ちゃんから何も聞いてないの？姫とルリもいなかったでしょ。はぁ、あのね、私たちがやってたのは常盤先輩のお手伝いだよ。百聞は一見にしかずだよ。ちょうどいいから見に行ってみようよ。なかなか盛況みたいだね。そうだね。もしかして文化祭のことですか？さっき友達が言ってました。正解！僕の作った告知用の新聞なんだよ。うん。で、それだけなの？もっとこう驚いたりしないかな、普通。そうだけど、そうじゃないんだってば。今年は今までと違うってこと。それじゃあ噂は本当だったんですね。うん、盛り上がるよ。すっごく盛り上がるよ。いいからサナちゃんと二人で見てきなって。だから新しい文化祭のことだよ。新聞を見ればわかるから。文化祭に全然興味ないみたいね。兄さん、説得力がないです。兄さん、話をごまかしてます。本当にどうでもいいって感じね。うわ、千歳くん無関心すぎない？でもそんなものかもね。去年なんて全然盛り上がらなかったし。兄さんは何していたんですか？春だけじゃなくてみんなそんな感じだったし。今年は違うけどね。ええ、今年は今までとは違うはずですよね。そうなんですけど、みんながそう言ってたの。何が違うんでしょうね。ということで、見てきなよ。そうですね、興味あります。兄さん、行きましょう。今、何か失礼なことを考えましたね、兄さん。兄さん、明らかにごまかしてます。知りたいです。はい。あー、でも後で何を考えたか聞かせてもらいますね。
普通の文化祭だからね。そうみたいだね。春が驚くのもわかるけどね。常盤先輩頑張ってたから。手伝いっていうほどじゃないかな。ちょっとした雑用くらいだし。それに姫とルリも手伝ってるよ。その顔、やっぱり知らなかったんだ。そうなの？姫ちゃん何も言ってなかったんだ。春、いくらなんでも無関心すぎ。私はルリちゃんに聞いてましたから。私は一緒に仕事したりしてたし。僕は密着取材の時に会ってるから。千歳くんって興味がないことにはとことん冷たいんだね。あの文化祭って他にはどんなことするんですか？やってる範囲だと屋台出したりバンドとか演劇とかやったりするとこがあるかな。そうなんですか。そうなんですよね。今からすっごく楽しみなの。の締めには高野菜もやるんだって。高野菜って何をするんですか？はい、このお兄ちゃんの言うことは聞かないでおきましょうね。はい。そうかもしれないけど、夢がないでしょ。夢が高野菜って言えば告白でしょ。夜の闇の中、高校とあたりを照らすもの。そんな雰囲気満点なシチュエーションで、それ以外に何をするの？告白ですか。いいですよね。ロマンチックですよね。私もそういう風に告白されてみたいな。大丈夫って言いたいところだけど、断言は難しいかな。時間的にも厳しいし、みんな初めてのことばっかりだからね。やってみないとわからないことが多くって。でもさ、常盤先輩も他の人たちも頑張ってるし、なんとかなるんじゃない？うん、私もそう思ってるけどね。私も何かお手伝いできることないですか？とりあえずしばらくは自分のクラスの出し物を頑張ることかな。はい、そうします。千歳くんも他人事みたいな顔してる場合じゃないからね。他人事じゃなくなるからだよ。それは後のお楽しみ。クラスの出し物のこと？もしかしてやりたくなかった？いいじゃない。
どうせなら積極的に参加した方が楽しいでしょ。ちょっとはやろうって気持ちにならない？はあ、あのね、私をごまかしても状況は変わらないわよ。だったらクラスに春がいればああいう意見が出るのも仕方ないってわかるでしょ。でも適材適所だと思わない？何か言った？ならいいじゃない。そうそう、せっかくだし楽しんだ方がいいでしょ。そういう春はテンション低いわね。春らしいよね。うん、私がそう思ってるだけ。それじゃ一緒に頑張っていこう。これから忙しくなるわよ。何を人事みたいに言ってるのよ。文化祭の前っぽくなってきたね。休み時間に準備してるとこだんだん増えてきたね。分かってないな。もう一月しかないだよ。やることと残り日数を考えるとあまり余裕はないと思うよ。そうだね、うちのクラスもあまりのんびりはしてられないよね。千歳くん、なんかご不満みたいだけど、どうしたの？同じことじゃない。春のことは後にして、ご飯にしない？そうだな、腹減っちまったよ。話なら食べながらでもできるだろ。そうだね。それじゃあお昼にしようか。もちろん文化祭の相談があるからだよ。ごめんなさい、遅くなっちゃいました。メールしておいたんだ。それじゃあみんな揃ったし話を始めよっか。おかげさまで文化祭の方もだいぶ盛り上がってきました。そうか？いきなり否定しないでよ。だいたいなんで疑問系なの？本当に盛り上がってるとは思えないけど、だいたいまだ始まったばっかりだし。確かにまだ出し物の決まってないクラスの方が多いみたいだね。そうなんですか？うん、さっき時は先輩とちょこっと話した時に聞いたの。はい、私たちはお化け屋敷をやることになりました。はい、私にぴったりだと思いませんか？
違います、うなずくところなの。怖いお化けさんになってみせます。はい、そのつもりです。サナはやる気があっていいよね。千歳くんにも分けてほしいよね。兄さんは文化祭が楽しみじゃないんですか？つまり楽しみなんですね。兄さんの言うことですから。兄さんたちのクラスは何をするんですか？喫茶店なんですか？だったら兄さんの発案じゃないですよね。どうしてそう思ったの？兄さんが自分から言うとは思えないですから。さすがに分かってるね。私の発案なんだ。いいよね、喫茶店。甘いお菓子、女子の可愛いウェイドレス姿、暴走する男子、ネタにこと書かないし。ネタ探しなら他でやればいいんじゃない？それはそれ、これはこれ、両方あった方がいいでしょ。報道を志す者としては足元をおろそかにしちゃいけないと思うんだよね。うん、ねえ兄さん、喫茶店ってうちみたいな感じにするんですか？うわ、丸投げだね。それもそっか。で、葵ちゃんどうなってるの？俺も知らないぞ。僕も知らないけど。うん、だから知らないって言ったんだけど。ということで、みんなのためにも今どうなってるか葵ちゃん説明をよろしく。喫茶店のイメージの基本はロビーみたいな感じかな。ね、ハル。もちろん、いろいろと手伝ってもらうからに決まってるじゃない。パス。クラス違うし、文化祭の間は家でゴロゴロしてるつもり。かまわんが、力仕事以外は役に立たないと思うぞ。ということで、よろしくね、ハル。兄さん、頑張ってくださいね。それはおいおい考えていくことになるかな。意見は結構出てるんだけど、これだって感じでまとまってないんだよね。それをここで決めるってわけか。さっき僕たちに丸投げしようとしてたやつが言うセリフじゃないと思うけど。聞こえないふりしても現実は変わらないよ。そうだ、いっそサナちゃんも特別ゲストとかで。ダメですよ、私はお化け屋敷もあるんですから。でも兄さんがどうしてもって言うなら。そうだね、その方がいいかも。うん、僕が言い出しておいてなんだけど、やっぱりクラスのみんなとやった方がいいかも。ですけど、今回は諦めます。はい、この学園で初めての文化祭ですし、すっごく楽しみなの。ハルがお兄ちゃんみたいなこと言ってる。え、そうだったんだ。
なんだか楽しそうだな。そうですか？うん、さっきからずっと笑ってる。もしかして今晩はごちそうなのか？いつもと同じですよ。そうか。じゃあ特別にルリちゃんの好きなおかずを一つ作っておきますね。おお、ありがとう。サナ、サナのことは姫姉様の次に大好きだぞ。ありがとうございます。ルリも何か手伝うか？大丈夫ですよ。もうすぐ夕飯の用意が終わるって姫さんに伝えておいてください。わかった、言っておく。別に構わんだろ。はあ、驚かせてしまったようだが。もしかして今のおじいちゃん聞いてたんですか？いやでも聞こえる。兄弟仲がいいのは何よりだが、一線を越えるときはちゃんと考えるんだぞ。君に任せてある。もっともすぐ戻るから安心していいぞ。あちらまで声は届かんしな。おじいちゃん意地悪です。ひ孫の顔が早く見られそうだと思ったんだが。違うのかい？どうしてそんな話になるんですか？ だいたい私たちは兄弟なんですよ。そんなことがあるわけないです。そういうことにしておくか。しておくかとかじゃないです。それでは店に戻るが。おお、そうだ、最後に一つだけ。否認はしっかりとな。おじいちゃん。ではな。兄さん、入りますよ。兄さん、夕飯の用意ができ、
なんじゃ、思ったより早かったな。晩ご飯なんじゃろ。分かってますから。分かってるの。さて、それじゃ済ませてしまうか。じゃないんですか。まだ途中だったってことなんですか。そうじゃな、すぐに済むじゃろ。でもお味噌汁ももう作ってますし、ベリちゃんも待ってますから。せっかくの夕飯が冷めてはもったいない。やはり今はやめておくか。食事は温かいうちにというサナの気持ちを無下にはできぬからな。兄というのも大変じゃな。気づいておるんじゃろ。さすがに分かっているようじゃな。なのに答える気はない。というように割り切ることもできないか。やっぱり兄は大変じゃな。それでサナのことはどうするつもりじゃ。などと自分でも思っていないことを言い訳にしても意味などないぞ。何故？血はつながっておらんのじゃろ。サナもそう思っていると。ではハルキはどうなんじゃ。お主がそう言うならそうなんじゃろな。やはり気になるか。そうじゃな。じゃがそう思っていても見ないではいられないようじゃが。わらわは見られても構わぬぞ。
するだなんて。いやあ、ハルキのエッチ。なんじゃ、せっかくサービスしておるというに。からかいがいがあって楽しいんじゃがな。仕方ない、からかうのはまたにして先ほどの続きをするか。ハルキったらひどい。わらわ以外の誰のこと考えてるの？ねえハルキ、わらわが本気だってことどうしたら信じてくれる？今だけわらわのことを見てほしいの。他の女の子のことは考えないで。ハルキ、封は吸い終わったぞ。ハルキ、次は封とは関係のないキスをしようか。今だけは何もかも忘れて、わらわと。わらわではダメなのか。もちろんサナには絶対言わないと誓ってもよいぞ。二人だけの秘密にする。それでもなのか。やっぱり。なんじゃ、答えはとっくに出ておるんじゃな。それはそうじゃん。今のは全て演技じゃったからな。わらわの演技もなかなかのものじゃろ。いっそ女優を目指しても面白いかもしれんな。なあハルキ、お主はどう思う？してるね。なんだか大変そうだけど大丈夫？わかった、気にしないね。あのさ、文化祭でやる模擬店のレイアウトを決めてみたんだけど。気にするなって言ったのは春のくせに。それにどうせ姫絡みでしょ。このところ毎日すごく楽しそうだから。はーるー、おーい。話は戻すよ。さっきみんなで模擬店のテーブルの配置を決めてみたんだけど、
聞かせてくれる？やっぱり春もそこが気になる？そうなんだよね。でも今よりテーブル数を増やすと動きにくくなりそうでさ。え？どうして？あ、そっか。どうやって動くか考えてなかった。そうだね。じゃあここはちょっと広くするように言っておくね。おお、さすがだね。ということで、ついでにメニューのチェックもお願いできる？強制的に見てもらう。強制的に聞いてもらう。考えてみたんだけど、どうかな？何かある？バシバシっと言ってよね。後で問題になるよりずっといいし。やっぱりお手柔らかにお願いします。さすがだね。すごく参考になったよ。ありがとう。じゃあ次なんだけど、これでメニューと机の配置はだいたい決まったね。それと紅茶の葉とコーヒーの豆かな。うん、でも新一郎さんとお姉ちゃんにレシピを作ってもらって練習するつもり。千歳くんが見本を示すとかできないの？そうだっけ、すっかり忘れてた。お店の手伝いの時も掃除とか片付けばっかりだしね。うん、分かってる。クラスに紅茶の好きな子もいるし、みんなで練習すればなんとかなるんじゃないかなって。だから早いうちから練習と味見をしようって話になってるんだよ。面から出る分だけだと足りないかな。基本的にはクラスのみんなのカンパでなんとかって感じ。いいって、春の懐事情はみんな知ってるし。そうそう、その代わりに知識を出してもらうのと、いろいろとやってもらうってことになってるから。喫茶店関係の相談と、あとはちょっとしたお使いかな。こういう時はせめて本気かくらいにしておいてよ。それに自分で言って悲しくない？悲しいね。悲しいわね。でも春の言いたいこともわかるけどね。でも心配いらないんだな、これが。練習用にあまり高くないけどそれなりに美味しいコーヒーと紅茶のこと、お店で聞いてきてもらえる？で、可能ならついでにちょっと豆とお茶の葉を譲ってもらえるとありがたいかな。
分かってる。後でお金は私が持っていくって言っておいて。うん、お金を落とす心配も、お茶の葉とコーヒー豆なら買ったものが使えなくなる可能性も低いでしょ。ということでお願いね。千歳くん、こんにちは。今お帰りですか？本当は帰りたかったんですか？文化祭の準備楽しいですか？そうだったんですか。それで、その、どうですか？え？そうですか。千歳くんをびっくりさせちゃいましたね。不安がないと言ったら嘘になりますから。まだ正式な許可を取らなくちゃいけないことがたくさんあります。それに、やらなくちゃいけないこと、やるべきこと、やりたいこと、あげたらキリがないですね。今年は実現できないこともかなりありそうで、ちょっと残念です。私にできることなんてほんの少しだけです。今みたいな文化祭が実現できそうなのも皆さんが手伝ってくれているからです。ございます。何かあったらお願いしますね。え？そうですね。やることが多くて大変ですけど、私も楽しんでますよ。それに、宇野花さんに手伝ってもらうようになってからは順調なんですよ。うん？え？はい、すごく助けてもらっています。あ、長々と話してしまってごめんなさい。お付き合いくださってありがとうございます。それじゃあ準備の方も頑張ってください。はい、それと高野祭も企画してますから、ぜひ参加してくださいね。違いますよ。お買い物なの。何も荷物を持ってないってことは兄さんもですよね。半分だけですか？そうなんですか。外れちゃいました。そうです、大正解です。ということでご一緒してもいいですか？
私も冗談ですから。兄さんが意地悪なこと言うからです。ありがとうございます、兄さん。です。でも、よかったです。お使いに行くのをくじ引きだったんです。それで、私が買い出しになったんですけど、兄さんと一緒になれましたから。だから、よかった。嬉しそうに言ってもいいんですよ。兄さんは素直じゃないんですから。ああ、全然関係ない方向じゃないですか。どこに行くんですか。変なことなんて言ってないんですけど。はい、バッチリです。今はお化けの種類を決めたり、小道具の準備とかやってるんですよ。暗幕が足りないとか、血のりはもっと濃い方がいいかもとか、みんなでワイワイ相談してます。はい、とっても楽しいです。兄さんたちの喫茶店はどうなんですか。私、兄さんたちのお店に絶対に遊びに行きますから。兄さんは喜んでくれないんですか。そんなこと言う兄さんなんて、お化け屋敷に呼んでこんにゃく攻めの刑です。どうしても来たいなら来させてあげてもいいですよ。仕方ないですから呼んであげます。兄さんも来たいって素直に言えばいいと思います。はい、待ってますから絶対に来てくださいね。はい、とっても楽しいです。兄さんも楽しいですか。そうですよね。今までやったことがないことばっかりで、一つ一つ試しながらやるしかなくって。はい、でもそれも楽しいです。ありがとうございます。でも平気なの。すっごく忙しいですよ、兄さん。私はお料理も掃除も好きなんです。みんなに美味しいって言ってもらえるのも、家をきれいに片付けるのも楽しいですから。はい、その時はお願いしますね。いいんですか。
分暑いからお店の人が水をまいたばっかりだったんじゃないですか。兄さんのズボンの裾と靴びしょびしょですね。でも天下の往来でそういうのはよくねえんじゃねえの。ああ教育上よくねえな。なんだよら文句があるって面してるな。あ、どうなんだ。はあ今こいつ面白いこと言ってくれちゃいましたよ。まあもう一回言ってみろや。えなんだビビっちゃってるのか。あとりあえずちょっと話をしようぜ。すぐそこまで行こうか。あそれくらいの時間あるだろ。まあねえわけねえよな。あ何か言ったか。ビビってちびりそうなんだろ。ねえおい俺らシカとして二人きりの世界か。いいご身分だな。俺らさ財布落としてマジで困ってるわけ。ちょっと家に帰る電車賃を貸してほしいわけ。わかる？はあ？そんな話いつしましたか。なんだとこら死ぬか死にてえのか。本当です。疑問形でしか話してませんね。いいからちょっと金貸すやな。なんだ殊勝な態度じゃねえか。ん兄さんそのそうそう少し待ってたら一緒に遊びに行くか。すぐついてこいよ。うわおめえロリなのか。こんなガキがいいのか。胸もねえのに。おかえりなさい兄さん。怪我は大丈夫ですか。相手の方の怪我です。ダメですよちゃんと警察を呼んでおかないと。だいぶ間隔が空いてますね。でも今日はなんだか数が多くないですか。兄さん。不注意で胸のことを言うあれな人は絡んでこないです。その前、なんて言いました？その次なの！兄さん、どうしても言わないつもりですね。そんなこと、ちょびっと。というか、結構というか、かなりしかないですから。置いておかれることがすごーく気になりますけど、わかりました。姫
さんに。そうですよね。わかってます。姫さんのおかげですよね。みんなきっと待ってますね。早くお買い物済ませないと。ほら、兄さんも急いでください。ハルキ、それにサナも一緒か。どこかへ行ってたのか？ああ、マヒロもそんなことを言っておったな。会うも何も、わらわが今何をしていると思っておる。マヒロの手伝いじゃぞ。ほほう。わらわがサボって、手を抜いて、いい加減にやっておると。そんな風に思っておったのか？そんなことしておるわけだから。そんなことより、サナはどうしたんじゃ？あ、はい。何ですか？すみません。ちょっと聞いてなかったです。ごめんなさい。何かあったようじゃな。別に、何もないですよ。姫さん？ハルキに何かあったのか、そう聞いたつもりだったんじゃがの。そうなんです。兄さんが不運な目にあって、それで、私は、ちょっとですけど、ちょっとじゃないです。おかしいな。昨日不運を吸い出したばかりなんじゃが。まあ仕方あるまい。吸い出すか。お主、自分の身と恥ずかしさ、どっちを優先するんじゃ？私も一緒に行ってもいいですか？ダメですか？ダメというか、なんというか、何故急にそんなことを？それは、とにかく行きたいんです。知らないより知っている方がいいですから。お願いします。大丈夫です。邪魔したりしませんから。なんじゃ、こう見られると、ちょっと興奮してくるかも。冗談じゃよ。しかし、とにかくお主の不運は吸い出さぬとな。身に危険が及びそうじゃし。どうじゃ？兄さん、いつまで姫さんにひっついてるんですか？遠慮などいらぬ。不運を取り除くのはわらわの務めでもあるからな。
スしてるんだ。どうもこういうのは苦手じゃな。ヤブをつついて蛇を出すわけにもいかんし。あとは任せたぞ、ハルキ。私、嫌な子ですね。私たちも戻りましょう。みんな待ってますよね。お邪魔しまーす。どうって、兄さんの部屋で漫画を読もうと思っただけですよ。気にしないでください。もう兄さんってばわがままですね。私はここで静かにしてますから。もちろん兄さんのことをじーっと見てますけど。ダメですか？はい、好きにします。そこにいるからです。はい。読みにくくないです。一緒に行きますね。残念なの。気にしないでください。買い物に付き合ってくれたお礼です。そんなことないです。ちゃんとしたお礼です。私が言うようなことじゃないです。それに、なんでもないです。とにかく兄さんは気にしなさすぎです。そうですよ。数えられないくらい
キスしてるんですね。分かってます、不運を取り除くために必要なんだって。キスは別に何とも思ってないわけじゃないですし、あまりいい気もしませんけど。仕方ないことだって分かってます。でも兄さんってばキスの時に鼻の下をピローンと伸ばしてました。そうです、そうなんです。誰かに見られたりしたらどうするつもりなんですか。いつもそうですよね。いつもはもっと隠れて。いいんです、分かってますから、気にしないでください。